はじめましての方もご常連の皆様も、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。令和3年8月3日、女子のボクシングにて入江聖奈選手が金メダルをゲットだぜと言い出しました。判定が読み上げられた瞬間、ぴょんぴょんと飛び跳ねる入江選手の姿に思わず笑みがこぼれてしまいましたが、その時対戦相手のフィリピンのペテシオ選手がこうちゃんとね、拍手して喜んでくれていたんです。その姿にジーンとこう胸が熱くなったものです。直後の表彰式といえば、君が代がながら日の丸が高々と掲げられるかなと思ってテレビのこちら側で楽しみにして見ておりました。ところが君が代が流れ始めたとほぼ同時に画面に横縞が入りまして、なんだか霞がかかったような、まあ、つまりは画面が乱れてしまったんです。中継していたのは E テレ、昔の教育テレビです。すなわち皆様の NHK です。フェンシング男子エペの団体の金メダルの表彰式を中継しなかったフジテレビ、このフジテレビの再来かとイラッとしましたが、直後に NHK のアナウンサーさんが映像が乱れたことお詫びしますなんつってね、謝罪していたようです。何かとネットを騒がせる NHK の総合の方なんですが、この教育テレビ、今の E テレにしても、日本があんまりお好きでないのかなという疑惑がたびたびネットを騒がせております。また NHK のとりわけ総合の方で言うと、今回のオリンピック中継にしても、ジャパンの日本の選手が活躍するその直前になると、ここでサブチャンネルへの切り替えの案内ですと画面が切り替わってしまいます。とりわけ日本選手が活躍する卓球などで、しかも一番いいポイントのところで、ここでチャンネル切り替えのお知らせですとなるんです。いずれも偶然と信じたいところですが、その頻度の多さにおやおやと首をひねってしまいます。ただ偶然というのは仕方がないとはいえ、先ほどの入江聖奈選手の君が代が流れるところで画面が乱れたこと、これについてしっかりと検証番組を流してほしいと願ってやみません。それは国防のためです。ロシアがクリミアに侵攻を仕掛けた時はハイブリッドポカスカちゃんと言われております。ざっくりと言えば、ウクライナ側の電子の目を見えなくさせておいて、いともたやすくドカドカドカって入っていったというんです。そして動乱を仕掛ける上において、オリンピックというのが格好のタイミングであることは、そのクリミア侵攻を見るまでもなく明らかです。こうした国防の視点で見たとき、ニュースやワイドショーの皆さんにはちゅごーくとある疑惑がズドゴー。テレビはオワコンと言われて久しいのですが、いまだにテレビの拡散する力は大きく、いざ有事を仕掛けるときの効果的な宣伝戦のツールとなります。ディープフェイクという技術を使えば、本物の政治家が喋ったこともないのに喋った体の番組が作れ、国民を混乱に陥れるということはさほど難しいことではありません。ましてや新型コロコロニュータイプによって、テレビだけを見ている視聴者というのはいつも漠然とした不安を抱いているものです。そして実はこれ、ネットを使っている若者の皆さんも同じだったりします。なぜなら、新型コロコロニュータイプにおいてエビデンスのある情報をゲットだぜしようとして Google 先生に呼びかけたとしても、その正しいエビデンスを得るために尋ねる言葉を持っていなければ、本当に正しいと思われる的なみたいなっぽい情報にたどり着くことができないからです。具体的に一例を挙げれば、ワクチンを接種しても新規陽性者にはカウントされてしまうことがあります。これをテレビ朝日の羽鳥慎一のモーニングショーの中で、皆様大好きなテレビ朝日の社員さんは、ブレイクスルー感染のリスクが高まるなんてね、唇を尖らせております。だがちょっと待ってほしい。ブレイクスルー感染とは、2回のワクチンの接種が終わった後にこの新型コロコロニュータイプを発症してしまうことです。しかしこれは当然の話です。季節性のインフルちゃんのワクチンを打っても、インフルちゃんにかかってしまう人がいることからも明らかなんです。また PCR 検査の検査陽性者はワクチンを打っても出てきます。それは PCR 検査の仕組みが、検体グリグリって取ったところの、その検体の中にウイルスの遺伝子があるかないか、あるかないかを見るだけだからです。そもそも論で、 PCR 検査による判定というのは、感染してるかしてないかを見るものじゃないんです。
こうした基本的な知識を持っていないと、いくら Google 先生に尋ねても正しい答えにたどり着くことはできません。だからネット上ではデマ情報というのはいともたやすく拡散されてしまうんです。そして国境線のないネット空間では各国の様々な思惑が交錯しています。だからアメリカの大統領選挙などではアメリカの民主主義が攻撃されております。これは対岸の火事ではありません。今ネットで実際に攻撃を受けているのがオリンピックアスリートの皆さんです。いわゆる被害者というのは公表されているだけで、卓球の水谷隼選手、体操の橋本大輝選手に同じく体操の村上茉愛選手、そしてサーフィンの五十嵐カノア選手などなどです。すでに当該ツイートは削除されておりますが、状況を確認する意味から水谷隼選手がしたツイートを日刊スポーツさんより紹介させていただきます。水谷は28日ツイッターを更新。とある国、とある国から丸ね、くたばれ、消えろとかめっちゃ DM 来るんだけど、免疫ありすぎる俺の心には1名入りもダメージないと書き出し、それだけ世界中を熱くさせたのかと思うと嬉しいよ。日本人の方は全て応援メッセージです。ありがとうと綴ったとのこと。ところがこのツイートに対して、とある国と国を指定していることはキャベツ、キャベツだと攻撃する向きがSNS 上には結構溢れていてですね、 IOC 国際オリンピック委員会に訴えてやるとご中心とやっている人たちもたくさんおりました。しかしこのとある国から十個多く攻撃を受けたとされるのは、時間軸で振り返ってみると卓球大国中国といわゆる美馬順コンビで、卓球男女混合のミックスダブルスの決勝戦の前後のどちらかだなということが確認できます。また種目別鉄棒で2個目の金メダルゲットだぜとしました橋本大輝選手の SNS アカウントも攻撃を受けております。それだけではなく、体操男子日本代表監督である水鳥聡さんが、橋本選手が総合で金メダルをゲットした直後にこんなツイートをしておりました。大輝最高、あの状況でやりきれるのは間違いなく世界一の強さ、応援ありがとうございましたと、このツイートにもなんだか素敵なコメントが多数寄せられておりました。こうした攻撃に対して日本のニュースやワイドショーというのはほぼほぼ報道しない自由をしておりましたが、週が明けてからちらほらとは伝えるようになりました。テレビ朝日の羽鳥慎一のモーニングショーでは、週が明けた令和3年8月3日になってからようやく伝えていたんですが、その時の様子をスポーツ報知さんより紹介します。3日放送の羽鳥慎一モーニングショーでは、東京オリンピックの体操男子個人総合で金メダルに輝いた橋本大輝の採点をめぐって SNS 上で中国のファンなどから盗まれた金メダルだなどと誹謗中傷が殺到とありますが、実際の番組の中での伝え方はもっともっと生ぬるいものでした。番組では司会を務めるフリーアナウンサーの羽鳥慎一さんが中国語や英語などで書かれていてとパネルをめくりながら紹介していたのですが、そのパネルには外国語と書かれておりました。だがちょっと待ってほしい。というのは私も確認しましたけど、英語で書かれていてもそのハンドルネームは日本で使われていない漢字だったりとかもするんです。また先ほど紹介しました体操日本代表監督の水鳥さんのこちらのね、おめでとうというありがとうというツイートに対してこんなコメントが寄せられておりました。今回のオリンピックで一番感動したのは、一生懸命頑張った選手ではなく、目が見えなくても仕事を守ってくれた日本人の審判だったと、まるでジャッジがおかしかった、採点がおかしかったとおっしゃりたいようなのですが、日本語で書かれておりますが、この方のアカウント名にはやはり日本で使われていない漢字が使われております。すると日本以外で漢字を使う国というとどこかな。白がこう言ってます。中国。つまり外国語とだけ紹介すると本当にネット空間で起こっていることが視聴者に伝わりにくくなってしまうんです。そしてこの件につきまして、皆様大好きなテレビ朝日の社員さんは、いや本当に体操選手とかオリンピック選手とかに限らず一般の人でもこれ被害は相当ある。僕も誹謗中傷を訴えるわけですけども、やっぱりその SNS の巨大企業側が何とかしないとダメですよね。これね、だってここまでだってもうそれを取り締まったり、その法的に言うのは難しいんで。話長えよ。この長いお話をまとめますと、巨大 SNS 企業は
お金をウッシッシーとばかりに持っているんだから、そちらの方でね、対応しろということで、それは確かに一理はあります。しかし、そもそも論で、誹謗中傷する方が悪いんです。そこを指摘しないところに、やはり、とある国にはあの疑惑が、ちょっとガーン。テレビ朝日といえば、夕方のニュース風情報バラエティ番組に移られてから、ネットの話題に上ることもとても少なくなりました。かつてはテレビ朝日の残された両親と一部ネット民に敬愛されていた小松康史アナウンサー。彼がワイドスクランブルに出演していた時に、中国当局のチェックもありますし、とポロリ告白してネットがざわわとなったことがあります。これは昨年の7月、アメリカのトランプ前大統領を批判する文脈でポロリ告白されたものだと、著名ツイッター民、ピーチ太郎セカンドさんのツイートより確認しました。そこからテレビ朝日には、中国語なんだか言いづらいことがあって、中国語に対して言っちゃダメって、それどこの国のテレビ局だっていう。中国語。と、これはもちろん冗談ながら、不自然なまでにどこかの国に都合の悪い情報を隠そうとしていること。そう見えてしまうところに違和感を隠しきれなくなってしまいます。なぜなら、かつてチャイナニュースネットワークと揶揄されたアメリカの CNN でも橋本大輝選手へのネット上での攻撃についてすでに7月30日に伝えているからです。公平を期するために言っておくと、誹謗中傷をたしなめる声というのは日本で使われていない漢字でも投稿されておりました。また同胞の非礼を詫びる投稿もありました。何より共に金メダルを争ったシャオ・ルオテン選手が他の選手への攻撃はやめてほしいと中国版ツイッターのウェイボーで呼びかけております。とはいえ、言論の自由のない国から飛び出してきたコメントメッセージというのは当局が見逃していると捉えるべきではないでしょうか。これに対抗する方法は日本世論の盛り上がりです。だからニュースやワイドショーが適切に批判することが日本にちょっかいを出す、日本の選手にちょっかいを出すどこかの国があるのならば、そこに対して有効に機能します。また国際関係は変化していて、 CNN がいち早く伝えたのもそういったところに理由があるのではないでしょうか。時代は刻々と変化していってるんです。一方のテレビ朝日につきましては、今年の3月19日女性自身が次の見出しの記事を発表しておりました。テレビ朝日が絶不調、新基準で視聴率で最下位目前の日もとのこと。何でも視聴率の新基準である個人視聴率が悪いということです。それが理由として、スポンサーの皆さんが、テレビを支えるスポンサーの皆さんが消えた消えたやったーとなるかもしれないということです。もしかして、もしかすると変化に取り残されているのかもしれません。なお、体操の橋本大輝選手が個人種目別鉄棒で金メダル、2個目の金メダルをゲットしたぜとした時に、国歌斉唱について問われた時に次のように答えたと産経新聞が伝えておりました。マスクをしていて分からなかったかもしれないが、しっかり歌った。日本代表として演技だけではなく、そういうところも誇りを持ってやっていきたいと思った。かつて君が代日の丸についてああだこうだいう学校の先生とかもおりました。しかし時代は常に変化していっております。このコメントに、日本の未来はこの輝く金メダル以上に輝いているような気がする今日この頃でございます。もはやネット空間というのは国防の最前線です。我々の民間防衛としてできることはあくまで是々非々でかかとに体重を残しておくことというわけで、みんなで頑張っていきます。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回の番組をお楽しみいただけたのならば、いいねをクリックしていただけると嬉しいです。言いたいことを言いまくってるメルマガ版の方にも遊びに来てください。こちら有料版になっておりますが、私の自由な言論表現活動を助けていただいております。いつも応援ありがとうございます。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。
な外交安倍晋三完全勝利説というものが何モルゲストよって答えたんで、じゃあモルゲストよかって紹介しちゃった。赤が勝ち、羽生君すごい、宇野君すごい、日本別にすごくない。だってあなたに会えたから。と番組を最後の最後までご覧いただいた皆さん、突然ですがじゃんけんタイム。みやちゃんじゃんけん、じゃんけんパー。私がパーなのでチョキを出したあなた、サインは V、 おめでとうございます。私と同じパーを出したあなた、ダブルで送っときます。ハンドパワー、ミミミミミミミ。そしてグーを出したあなた、頑張る。それでは本当のバイバイ。